アイルランドの、イーストエイジアンフィルムフェスティバルのお越しの皆様、ハッピーアワーを監督しました、浜口龍介と申します。ですね、この度はその私たちの映画ハッピーアワーを、上映をしていただいているということでとても嬉しく思っております。アイルランドの皆さん、この5時間の映画をどうご覧になるのか、とても楽しみにしています。選ばれたことをとても嬉しく思っています。ですね、この映画ちなみに今いるのはですね、劇中でも登場する、デザインクリエイティブセンター神戸という劇中ではポルトという、空間として登場するところなんですけど、たまたま来ておりまして、その撮影場所でやっております。で、ほんの少しだけこの映画の成り立ちについて、お話をしますと、2015年に完成している映画なんですけれども、2013年から、半年ぐらい週に1回ワークショップをやっていました。即興演技ワークショップ in 神戸という、ワークショップをやって、そこに17人の参加者の方がいらして、でその17人は全員、映画に出演されています。で、主演を務めた4人の女性たちも、そのワークショップに参加された方たちです。で、これはその演技経験を一切問わずに、集まってもらった、ワークショップです。演技のワークショップと言っていますけれども、基本的にはその演技のレッスンというのはほとんどしませんでした。ひたすら聞くワークショップと言って、聞き合う練習をしていました。なんでそういうことをしていたかっていう話をすると、時間が足りなくなってしまうんですけれども、ただそのお互いに参加者が、聞くプロフェッショナルになるということが一つの合言葉のようなものになっていました。自分の興味のある人のところにインタビューに行ったり、その例えば有名な方だったらその方に来て、このキートというところなんですけれども、このデザインクリエイティブセンター神戸キートに呼んでトークイベントを開いたりとか、あとはその参加者の皆さん、出演をされた皆さんの間でお互いに聞き合ったりとか、インタビューをし合ったりとか、そういうことをしていました。で、そういうことをすると、何がいいかっていうと、この人の前では自分を出してもいいんだっていうような、自分を表現していいんだっていう関係性が、それぞれの参加者、出演者の間で、生まれていったような気がしています。だんだんとそのワークショップに参加していた人たちの間で信頼関係ができていったような気がしています。で、それはそのキャストたちの間だけではなくて、僕たちスタッフの間でもそうだったと思います。脚本は野原忠という人と高橋智之という人と私とで3人で書いてるんですけれど、そのワークショップを共同で運営して、その人たちの人となりを知りながら、だんだんと知りながら脚本に最終的に落とし込んでいったという感じです。ただ、出演されている人たちのプロフィールをそのまま反映したというわけではなくて、我々が掴んだその人たちの、パーソナリティみたいな、こういう時にこの人はこういうことを言いそうだとか、そういうことを、だんだんと、ただ、普段はこういうことを言わないかもしれないけれど、フィクションの中ではこういうことを言えるかもしれないっていうふうに、だんだんフィクションの方に、その人のパーソナリティを向けていくというか、花開かせていくというか、そういう作業を、ずっとしていました。で、それがこの、まさに撮影している空間で行われたんですけど、結果的に撮影も含めると1年以上かけて、撮られた映画です。で、5時間というとても長い映画になっていますけれども、それでも我々からすれば実は短いんじゃないかという気がしています。我々が過ごした時間というのも、だんだんと信頼関係が出来上がって、お互いのことを表現し合うような、そういう時間が積み重なっていった時に、この5時間っていうのに何とか凝縮したっていう感じです。我々の間に起きていたことを凝縮してようやく、短く切り詰めたものがこの5時間だというふうに思って見ていただけるととても嬉しいなというふうに思っています。主演の4人の女性もちろんですけれども、皆さん本当に映っている人みんながとても魅力的に映っていると私たちは思っていますので、皆さんにもそれが届いたら嬉しいなと思っています。ではハッピーアワーを楽しんでください。